どうぞ。淡路にあんちんどうのちょっとだけよ。イエイ、始まりました。テンション低いね。そうね、昼前になるんでちょっと腹が減ってきました。だから今日から前の、いや、そういうわけじゃないんだけど、また突然出てきました。突然やっと水曜日、うちの前あの排泄入って向こうの駐車場まで、すっきりすっきり。まあ駐車場はとんでもない山になってるけど、奥でしょ。あれはもう多分4月末ぐらいまで溶けねえね。溶けてくると駐車場が田んぼになります。誰か上に来てください。砂でも曲がらないと思うとね、申し訳ないんですけど、砂利巻かなきゃ。砂利巻いちゃうと後々なんか使うときにあれかな。砂利だったらなんでもないな。でも大家さんがすることだから。そうだ。うちら借りてる身分としては勝手に砂利を巻くことはできません。はい。放送中に話かんだこれ。最近鼻炎の旦那。そして食べ過ぎで口が切れてます。いや、それ歯医者行ってからだって。先週行ったらまた前治療してる銀歯の手前が腫れてますとかって言われて、でその手前の銀歯も取られちゃって、今2本ない状態で歯抜けじじい。ずっともう3週間ぐらい右でしか噛んでないから、まあたまに左かまさったりするんだけど、まかさったり。でも別に可能してる感じでもないんだけど、抗生物質飲むとまた言いやられるもんだから、私もらった胃薬飲んだらそれじゃやっぱ弱くて効かないもんだから、もともともらってる違う病院からもらってる胃薬飲んだら、まあでもちょっと昨日晩飯前とかは胃がうっとなんかなんていうのかな、重いわけでもないんだけど、胃がうっとなったのに今日コーヒーやめようって言ったのに今朝コーヒー飲んだね。急に昨日はなんかうっとなった時、ちょっと除雪して寒かったんだね。明日コーヒーやめた方がいいな。明日たたってやつから速攻を翻して飲むかって飲んでるし、すんません、中毒です。はい、コーヒー中毒。昨日はビールも飲んでしまいました。残り2本しかなかったチンタオビール、正月から飲んでやっとなくなっちゃって。美味しかったね。美味しかったね。昨日の方が一番うまかったのかもしれない。冷えぐらい全部同じだって。また買う。またいつかね。また年末でもいいね。結構いい値段すっからね、あれ。そっか、これはちょっと300ぐらいなのにさ、値段でさ330円ぐらいすんだよね。あれだからそれが400円か何もかで売ってたのかな。ああ、中華料理やね。さっきあのフェイスブックに載せたんですけど、はい、今日のブログにも載せたんですけど、新しい絵です。危ない。斜めってよいしょ、こうハイジの冬の家です。光っちゃった。こうか、夏のバージョンもあるんで、これ次のブログに載せようと思ったんですけど、斜めってこうか、こうだね。ハイジとオンジの山小屋、一応家なのよね。トイレどこにあるねって感じ。どういったの。そしてこれがハイジの夏の家です。これが夏の家。ごめん、信じられねえ。ごめんごめん、放送事故だ。いや、余計なことしっかりだこのアウタレ。そんな生番組で怒らないでください本当に。またいだつもりが。これが。うるさい、ちょっとそんなボケいいっちゅうの。これとんでもない今音入ったとか本当ね。すみません。放送事故で。ちょっと足踏みしただけでもどん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 音入るの。耳おかしくなったねみんな。マイク出てる。ああ、また怒られちゃった。でもその場にはドタンと落としなかったな。上がらないけど。
コーヒー粉だよ。大丈夫か。これが夏バージョンです。本当だ、本物です。カバンじゃねえぞ。あ、光ってる。こう難しいな、これ。こっち行き過ぎとダメなんだけど、こうで、こうで、俺の白衣が光ってる。こう、こんな感じで、もうちょっとこうか。へこんでないよ。うん、へこんでない。うん、これよく見るとね、草むらにあのヤギもまあ右側にいるんだけど、あのクララとオンジが座っています。で、奥の方に本当はペーターとあのハイジが立ってるんだけど、それはほとんど分かりませんけどね。お、オンジとクララがな、クララがちょっといじけて慰めてる。クララ夕日を見てごらんだべ。こっち来いって。あんなに夕日が綺麗じゃないかっていうね。臭い、うん、オンジ臭いセリフを吐きます。あらら、ちょっと、それは後からにしたいね。兄さん頑張ってます。夏の上でなんかね、昨日今日来た患者さんが、うん、かわいいねって言ってくれてるね、うん、冬はちょっとなんも周りに動物とかかからなかったから、あれヤギが結構なんかうまくかけたんで、うん、動物なんてかかないのにね。人と動物もうちょっと見たい人は、あの明日か明後日でもブログかフェイスブックに載せると、そのまま載せると思うんですけど、マイク大丈夫かーって。高かったのに。おお、マイク入ってんね。患者の前でもマジで怒ります。ちょっとマジで、いやマジでもないじゃない。怖い。声がこんな声だからしょうがないでしょ。怖い。いつも怒られっぱなし。あんまり電話の電気を受けると、うん、怒ってると思われるから、うん、まあ、つまいの治療院でそうやって言われたんでしょ、院長に。お前に言われたくねえよって話。ヤクザみたいな顔してる。目つき悪くて、いつもね、二日酔いで朝、うん、午前中、いつも腹壊して下痢になっててさ。で、寒い寒いとかつって。で、グレーのカーディガンして腕組んでるんでしょ。そう。腕組むのは勘九郎の証拠です。そこに行ってた患者さんは、うちにも来たことあって、でその院長によく揉まれてたんだよね。そしたら中国人と間違えたんで、あんまりにも喋らないし、なんかもう目つき悪いからなのかなって。まあ、酒飲めばね、言いそうだったんだけど、本当ね、うん、どっかで見れたりして。知らんけど。どうでしょうか。髪の毛もだいぶ黒くなっちゃって、次の週あたりには、いつも大体日曜日にやるからさ、来週の日曜日ぐらいにまたブリッジします。うん、これはなんか美容師学校に行ってる、うんうん、そうそう、若い子に、うん、ブラッシングはいいそうです。そう、油っこい。で、油っこいのは乾燥してるからなるそうです。はい。そんなのうちの親の時代はそんな知らないしな、大体、うん、うちの親は通信で撮ってるから。風呂入る前に髪をブラッシングしてから入るといいね。髪洗うといいね。うん、それ一番期待だけど。うん、そうだ。口やばいもんな。トリートメントはあれなんだって。髪先だけこうやってよくやってればこうやってな。うん、髪先だってま地肌もここももろ出てるのに。市販されてるのはなんか悪いシャンプーで、うん、美容室とかで使ってるのはいいシャンプーとか、美容室のシャンプーは頭皮につけてもいいんだけど。うん、1本5000円もするようなんですね。うん、そう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 。でも。そんなでも芸能人じゃないんだからさ、うん、そこまで市販されてるのは地肌につけたらダメだから、毛先っていうか髪だけにつける。大体俺のブリーチだってあれも500円ぐらいの安いやつでやってんだからさ、うん、あの本当のちゃんとしたパックでやればもうとんでもない高いんだと思うんだけどさ、うん、頭皮が詰まってるそうです、油で、うん、詰まってるから乾燥するの。それは違う、乾燥するから詰まるのかな、油が溜まるのかな、うん、鼻の頭は脂っこいです。何の話よ。絞るとなんか、ね、たまに出てきます。なんかなんだっけ、つけるやつ買ったじゃん。ああ、これ買ったけどな、うん、あれキャナの長くしやりすぎて、冬は5分ぐらいで剥がせって書いてたのに、脂っこいからいいべと思って15分ぐらいやったけど、うん、なんだかちょっと皮膚の表面までちょっと痛くなって、しばらく顔のとこ
カサカサしてて黒いやつでやったんだっけ。そうそう、まだ10枚入りだから一応出たいっぱい、よく分かんなかった、毛穴の汚れてた、ちょっと長く張りすぎたのあれ。うん、ちゃんと時間守ってた、水つけてすぐ乾燥しちゃうやつだったから。うん、最初そのまま貼って、あれ貼らさない貼らさないって言ってて切ってから、いやだから鼻のところに水をつけてからじゃないと貼れないんだよ。ビオレのやつだね、これもビオレの顔拭くやつです。きちんと裏読んでみた、メンズビオレお得用48万円また洗顔パワーシート商品の話になって、ビオレ一箱お願いします、毎週買ってます。あらびっくりマトの身の前です、それ。あと汗かいた時体拭くやつは、これはギャツビーですね、パウダー、これちっちゃい、パウダー入ってんだ、パウダー入ってたんだね、スーツしてたの、知らないね、知らなかった、そのサラサラしてないし、いつも君ベタベタする準備だったし、知らんけど、あとちょっとでかいやつだと、これどこだ、これ M's1 だね、ツバだね、紹介シート、元でかいやつあたりよね、夏場使ったけど、そんなでかくなってもいいんだけど、デブなんで汗かきますんで、あばらっぽいです、安心度当てまで一箱お願いします相当買ってるよ、夏から買ってるね、顔のあのでかいやつは、あ違う、体拭くやつでかい48万円箱買いした方がいいかなって、ね、そうだ、ネットで箱買いした方がいいぐらい、うん、だって一人一人患者さん終わった後タンクトップ全部取り替えてね、うん、べちゃべちゃになるよね、タンクトップ、はい、絞れるぐらい、その後体を拭いて、体拭くやつもね、 M's1 だったら前198円のあったんだけどね、うん、買いだめそろそろしようかなと思って秋頃考えたけど、もう商品なくなってしまってさ、失敗したな、まあそれで安だけあってちょっと湿り気も少ないんだけどさ、うん、でもまあ夏ほどなベタベタ汗かかないから、うん、ちょっとな汗かきすぎてる時期あったけど、うん、腎臓と心臓が弱ってた、そうそうそう、若干最近ちょっと寝汗も朝など首の周り、うん、そんな寝汗なんか出ないのに、寝汗出るのは心臓だ、腎臓、心臓と腎臓、うん、汗出ればいいのよ、前は結構トイレも近かったね、そんなに行かなかったのがまずかったんだね、うん、また治療しなきゃだね、汗の治療、うん、でコーヒー飲まなかった時もあったから、やっぱその利尿作用もなくて余計出なかったかもしれないけど、うん、ビールも飲まないしね、うん、17、8日飲まなかったからね、うん、禁断症状です。やばいしょ、禁断症状です。3年 B 組禁断先生になっちゃった、うん、金髪先生まだ、うん、取り食べたやつ、まだワンシリーズ1のやつを見てます、先に2見てしまったのね、うん、腐ったみかんの加藤見て、うちらはもともと5からね見たから、そうそうそう、1、2、3試合見てなかったから、うん、もう少しでもスカッパは4終わっちゃうから、うん、だからもう TBS チャンネルで流れること見てたけど、うん、さようならですね、残りはもうあと AXN チャンネルしか残ってない、ね、うん、ロストだんだんハマってきたね、うん、ハマってきたね、やっとシーズン1終わって25話ぐらいあったんだけど、男の子連れてかれちゃったね、うん、赤ちゃんだと思ってたね、マイケルの子供ね、うん、あたりが欲しいけど、赤ちゃん何の島なんだあそこは、知らない、一応オールハワイでロケしてるっちゅうけど、うん、ビーチもよく知らないようなビーチだしね、お父さんとね、ボート作ってね、うん、宗谷とあと、なんだっけ、チンじゃないし、うん、韓国や人やけどね、うん、ハワイ5-0ではチンと言われて、うん、5-0も3月からシーズン2始まった、4人で逃げてたのにね、うん、変な船ついてきてね、なんか、うん、モーターボード、モーターボードまだ100話ぐらいあるから、なんか、うん、字幕版はね、年末に一挙放送してくれたのに、うん、前も一回やってるからもう全然吹き替え版をやってくれなくてね、この間もハワイ5-0のシーズン2の1話だけプレミアム放送してくれたのが、うん、字幕版を一生懸命言われてさ、入り口爆破したとどうなったの、爆破した、爆破して、あとなんか結果はなんか出てないんだよね、出てないんだっけ、うん、いまいち意味わかんないよね、うん、意味わかんないけどだんだんハマってきたよね、飛行機落ちる前の過去に戻ったり何回もするから、そうそうそう、フラッシュバックばっかりするから、うん、フラッシュバックしすぎだよ、突然、ま、
そう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 、 島から元に戻ったりしてる、うん、あ、これ見てない人には何もわからない話なんだけどレンタルでもあるから見ようとか見れないけど、まあ、そこまでしてるな。でも、うん、でも金払って見てんだからアホくさいんだよね、うん、ロックもいまいちわかんないよね、うん、謎の人だよね。スキンヘッドのね、もともと車椅子だったのに、うん、飛行機落ちてから、そう、あの島に行ってからロックやってね、ロックの人、5にもな、シーズン2、ね、これが出るみたいだよ。あ、2と出るの、うん、あ、そうなんだ。鑑識の人はな、日本人の、うん、マシオカって人がやってる、うんうんうん、マシオカはね、ヒーローズとかってドラマみたいなやつで、ね、出てたんだよね。うん、なんかスピルバーグからの、その SFX のプロデューションしてたのに、うん、まあ、でも俳優もやるようになって、うん、本当はすごい人だもんね。いつだか、サンマのまんまに出てたけど、誰この人って言ったら、この人すごいなってとかって言って、ハリウッドスターだよって言ってて、ダルビッシュも行ってしまったから、うん、40億何に使うんでしょうか中田結婚した上になんか本まで出したね、うん、なんか下の方にちっちゃくてあんまりよく見えなかったけど、清原が一括とかって自伝本出したんで400年早いわとかって言って400年かよマークも結婚するしね。そうですね、なんか早いな結婚するのは。まあ、マークとかさ活躍して一軍で活躍してるからいいけどさ、もう入ったばっかり入団したばっかりのやつも結婚したとかさ、そうだ、ね、巨人の沢田とか、うん、沢村か、うん、あれなんか TV、まあ、日本テレビのアナウンサーと結婚した、うん、そんな人も付き合ってたのかやったんですよ、ね。まあ、あいつはな、契約金1億円ももらってるからね、まあ、うん、いや日本ハムの選手に行ったし、うん、今年だか早い、今年だか早い、その人は結構年食ってるでしょうね、27ぐらいの人で、うん、武田勝だって28で入ってきたけど結婚当選してるし、うん、小笠原も結婚してたみたいな、うん、小笠原は25ぐらいで入ってきたんですよ。これ小笠原今売ってんのかね。いや、去年はちょっと断然でダメだったけどね。去年は、うん、また契約してる。小笠原の話なんかあったの、あ、鍋奉行とかって言ったし、これね、F5 でさ、あ、誰だっけな、あ、武田久志のやつの言ってたんだよ、食べ、なんか鍋で食べてたんだよね、うん、ファイターズ鍋奉行誰ですかねとかって言ったりしてる、小笠原さんですねもう皿も全部持ってくれてって最後に自分で食ってるんですよね、もう、奥さんの強そう、まあ、そりゃそうだ。でもあそこ確か女の子じゃなかった、うん、ひげ剃ったらほんと別人のようだよね、うん、言われないとわかんないよね、うん、奥さんだからマイクつけてさっきのマイクの音どんな音やねんドダーンコーヒーですか。あ、切れてる。座らないと、どうだ。そんなとこ、今日も話題ないかなと思ったら結構あったね。うん、まあ、油絵見したりして。トラブルもあったしね。うん、放送事故あったしね。カバン見せて。あのカバンさっき届いたんですよ。そうそう。うちのやつはいっぱいポケットあったんですけどね。俺はただ、俺のやつは、ただ色で選んでしまったら中何にもポケットなくて外側のねポケットしかなくて、外側だってその、うん、それ普通に下の方にちょっと、うん、これなんですアウトドアとかってやつ、オレンジ大好きなんでこのポケットしかのっついてない生地はすごいんだけどね、中身ない、まあ、生地はねちゃんとしてる、防水みたいな、裏もこんな硬い、うん、私のポケットこうやってユニクロの性能がなんかいっぱいポケットついてるみたいな話。6個ある。中も外側にも何にもない。7個ある。ジュース入れるとこもないし。ジュース入れるとこもあるよ。チャックのポケット2つにオープン。中何もない。これだけだな。ポケット一切なし。自分でも見せるんじゃない。放送コード引っかかるねまだ。こっちの方が縞模様な、こっちの方がね500円ぐらい高いんですよ。裏もがっちりこうメッシュになってて、で中にこうね
知らんのよ。あのアウトドアからこれもう一個ちょうだいと思ってこれのやつ、色違いのやつ失敗したべ、俺ちくしょうと思って。なんかチャック、ここにパソコンが入るようになってるんですよね。ノートパソコンみたいなのとか iPad とかって多分熱くなってるんですよね、中が。そうそう前後と底も熱くなってて、パソコンが入ります。こっちに閉めない、こっちなんかあんまりいい色がなくてね。でも機能性としてはこっちより買ったら、もう一個買えばいいでしょうかって言うんだけど、まあ、ちょっと中のこのチャックがちっちゃくて、うちのやつの財布が入らなかったんで、で僕はねズボンのポケットに入れてあるから関係ないんだけど、あーこれでかい方のやつもただガバッと開いてんだね。うん、だからでかい方がさ、チャックついてるのにさ、そんなちっちゃいポケットにさ、こんな裏側チャックなんていらねって。ポケットはいっぱいあるけど、ちょっとちっちゃい、一個一個がちっちゃすぎるね。うん、だって一個しかそのなんかマチついてるポケットない。さてこれはいくらでしょうか、アマゾンで調べてねって、はい、ひっこり柄です。ひっこり、ひっこりオレンジです。オレンジとか赤ばっかり好きだから、ね、黄色でもいいんだけど、黄色ちょっと目立つしね、汚れがね。黄色持ってるしか、うん、黄ボストンが明るいオレンジね。オレンジじゃないって、あれ黄色だよ。何でしたっけ、だいだい黄色だよ。黄色じゃねえべ、ちょっとオレンジがかってるべ。黄色だよ、お前のクロックスみたいな色だよ。違うよ、そうなのか、あれちょっとボストンバッグでしょ、うん、黄色だよ、あれ。薄いオレンジじゃないの、明るいオレンジ。違うよ、うん、色弱があるんで、ちょっとよくわかんないんですけどね、うん、これ何色でした、カップ。オレンジだ、オレンジ、濃いオレンジ、うん、生まれる月のあの赤緑色毛とかですね、色毛じゃねえや色毛の人は白黒にしか見えなくない、見えない、大変な人なんですけどね。色毛の人って会ったことない。いや、そうそういないよ。そうでしょ、いや、色毛ってあの油絵のビデオの、ビデオの試合の人でさ、ほんと白黒っぽい、まあ、映画で時あったじゃん、放送の時にさ、まあ、赤緑色も色弱はね、大体20人に1人で、うん、劣勢遺伝だから男の人に大体出るんだけど、うん、まあ、多分うち妹いるけど、妹がもし結婚して男の子を産めばまた出てくる可能性も高いし、うん、うちの母親だからじいちゃんあたりがきっと持ってたのかもしれないしさ、うん、なってたかもしれないしさ、うん、この目もそうだよね。だからよく照れてあの顔赤くなるとかって言うんだけど、僕にはよくそれ分かんないんですよね。そう、酒でお酒で酔っ払ってね、酔っ払ってかなり酔っ払ってる人だったら分かるけど、ちょっと色白の人とかだったらね、うん、でもちょっと濃い人とかだったらあんまり、で昔検査基地の時も血管見るのもちょっと分かんなくてね、まあ、目で見るっていうより手で触ればよかったんだけど、うん、あんまり触達も下手だったんで、で顕微鏡で細胞組織とか書いてても自分では紫っぽい色に見えるのにピンク色だったりとかね、ピンク色のが、あ、オレンジっぽいのがまた違う色だったり、でクラスにやっぱりもう一人いたんだよね、それ、うん、メガネかけたやつで、うん、俺も色弱なんだとかつってね、うん、あれ小学校の時にこの数字見ながらこれやつで、うん、やったあったでしょ、いろいろな色まであってこんなから数値とかつって、うん、23とかさ、俺2つぐらいもう小学校の時分かんなくて、うちの親もなんで分かんないのさとかって言うんだけど、いや分かんないよとかつって言って、たまに本当はないやつもあるんだよね、あれね。ああ、そうなんだ。いや、これな、分かんないですけど、いや、それでいいんですとか、なんじゃそれってさ、でもやっぱり 2つぐらいは分かんないやつあってね、オレンジとちょっと緑混ざったようなやつとかさ、うん、完全に2色ぐらいだったら分かるんだけど、うん、赤と緑混ざったやつはさすがに分かんなかったもんね。と学校のクラスなら40人いたら2人ぐらいは いてもおかしくないんで、うん、別に珍しいことではないんだけど、最近いろいろなんかね、その色弱用の本とかさ、パソコンとかその、うん、そういうホームページも作り入れるようになるサイトもあるみたいだけどね、まあ、色だったら私の方が分かるかもね。前もパソコン調子悪くて、なんかあモデムかなんかのところにあれ黄色いランプがあるんだけど、黄緑色、俺には黄色に見えてたんだけど、その電話かけてサポーターの人に、サポートの人に聞いて、黄緑色のランプついてますかとかって言ったけど、いや黄緑、ちょっと黄色いのがついてるけどとかって言ったら、あ、それ多分黄緑だと思いますけどとか、あ、ちょっと待ってくださいって、うちのやつみんな前に見てもらって、黄緑だよ、これ黄緑だよって、あ、そうかと思って、そう、視力は私の方が見えてないんだけど、だから信号機もな、
信号機あれ青なの本当緑だ緑だうんだそこら辺もよく分かってなかったしねいや昔に、ね、はばあさんとかさ草色とかそうそうそう草色は青とかって言ったし緑も青だしオレンジも青赤だしさうんそうだばあちゃん言ってたよねそうだ本当の水色みたいな信号機も私子供14までの記憶だけど、うん、ほんと緑っぽい信号もあるし近く行くとなああそうもうちょっと青っぽいだなと思ったりもするけど、うん、そうそう信号もあるしさ、まあ、黄色と赤は見えてるからいいんだけどさ、うん、今は信号も分かんないです夜だからなんとか夜はなんせ網走じゃさもうあの、うん、ピヨピヨ鳴ったりするとこが3カ所ぐらいかいその市役所 と、うん、あと市民会館の前と、うん、そうそうそうあと市長の方、うん、であれはまあ目の不自由の人のボタンもついてるしねそうそうあ上にもボタンついたけどあれはピューピューなんなかった気がするホーマックのあたりのあボタンはあったけどね あれ障害者用のねそうだでもピューピューなんないんじゃないなんないかもしれないね、うん、あれついてるなんないっていうの珍しいな、うん、信号が青になりましたとかって言ってね市役所でパンパンって言ってるのはあれ目見えない人のために、うん、だ札幌の地下鉄とか行ったら全部、うん、入り口に全部パンそう結構な音になってたよねってなってでもあれが全部の人はあれが頼りでも場所分かったんで それ結構知らない人もいると思う、俺も知らなかった人だったりするんだろうさだどちらの学校にもなそうそうそう玄関にパンパンとあったし寮の女子寮と男子寮でも音ちょっと違うあそうただパンそう音違うだって同じだったらどっちか分かんない相手分かんだけどね、うん、寮だった、まあ、でも見えない人はすごい耳いいからねそうあの時間差で音違うやつ来るんだ、うん、なんぼ寮でそろーっと言ってもね、うん、誰とかって言われてなんで分かんないかとかってそうだよ、うん、あいつすっごい歩くの早いんだ、うん、置いてかれんだから私がエセハラ慶応だねそうそうエセハラ慶応丸坊主の、うん、お坊様みたいなあいつ面白かったそう郵便局までお金下ろしに行ってくるわったらもう、うん、うちらより早く歩いてくるそう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 全盲だらけねすごいボタン押すのもすっごい早いのね、うん、もう場所覚えてるから多分あの番号とか郵便局は一応点字打ってあるからね、うん、はいうちのやつみたいに変にちょっと見えてるけどほとんど見えてないっていう人が一番大変なんだよ本当に、うんまあ全部の人ももちろん大変だけど、うん、案外知られてなくてねその、うん、白い杖持ってたらもう全然見えないんじゃないかと思う人もいるけど、うん、少しだけこう光とか見えてる人もいるし、うん、ぼやーっと見えてる人もいるしでも階段とか危ないから一応杖ついてるんでそうそう階段のヘリが色ついてないやつが一番恐ろしいから、うん黄色ぐらいとかな、ついてるのが一番いい黄色はダメグレーの階段に、灰色の階段に黄色だと分かんないし、まあ、一番いいのは鉄板みたいな金具打ってればな、うん、パンパンそもそもだけ青とかさ、赤とかあと俺でも危ない時は2、3段最後は、うん、分かんなくなったりしてさだって地下鉄とかさ、端っこに黄色いのだけついてるしや、うん、あんなの、なんでよって全部につけてくれてますあそこで何度も転んでますだ信号待ちしててもこう別にうちのやつもいきなり手引っ張られてほら青だよとかっておばちゃんに引っ張られたこともあるんだけど別に渡るとも言ってないし、ねもうね、何かお手伝いしますかって何か大丈夫ですかとかって聞いてくれればいいんだけど、うん、ほら青だよとかって言っていやいや渡らないけどとかって話で道聞くときはな、まあ、おばちゃん結構優しいんだけど、うん、おっさんはダメだよなおっさんダメだねおっさんあたふたしてね狙いおばさんだね男の人は若い人の方に、うん、20代なかなかねそういう人に接しないと接し方も分かんないから、うん、学校が別々になったのが一番悪いんだけど、うん、それ日本だけなんだよ盲学校、老学校は普通の学校で全部一緒にすればいいんだけどしかもあの特殊学校とかとしてもね、うん、先生給料いいしねあそう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 、うちらの学校の校長は大泉洋のお父さんでした、はい、1年生と2年生の時ね、うん、前の高校からか、うん、私が高3年の時に来たで私の中学の3年の時の英語の先生が大泉のお母さんでした
あとは本人だけで会ってないのと。だからうちの妹も大泉先生とか奥さんの方、お母さんの方担任の先生だったんだよね、うん、英語嫌いでなぁと。ほとんど 2だったのに、なぜかその大泉先生に最後3くれたんだよね。なんかよくわかんないけど。まさかあの先生の息子とはね、びっくりした、うん、そんな大泉洋主演の幸せのパンは絶賛公開中です、はい、探偵はバーにいるもの両方見たいんだけど、まあテレビで車で待つか、うん、DVD 借りるのもめんどくさいから、いっぱい録画したのが溜まっていくからさ、うん、買ってもまで何回も見るわけでもないしなと思ってね。今だから、まあ、そこにすぐレンタル屋さんあるけど、あんまりそこにないから、うん、それこそ楽天とかでもなそのレンタルできるんだよね。最初の何本かは1ヶ月目はタダですとかとなったりするんだけどさ、なんか面倒くさくてやったことないんだけどさ。あとあの iTunes のやつでな、見たり、まあ、あれ400円だかするから、と1回だけ見たけどね、ジャッキー・チェンのベストキットリバイバル版で、ジャッキー・チェン全部じいさんみたいな役だったけど、ジャッキー・チェンみたいな昔のやつ、木人犬とかね、水犬とか、子供の時たまにワーワーでやってるけど、全然吹き替えてないからさ、やっぱり。なんか子供の時よく見てたけど、やってたのかね。やってたやつに、あの淀川長春のさ、セネセネセネのさ、あのチャンネルであれ、あれ洋画劇場かなんかでしょ、うん、あと日曜日もそうでしょ、うん、そうそう、高島忠夫の、うん、水犬とかね、あそこのどっちかでだいたいやってたから、うん、黒人犬も見た。高島忠夫の子が確か洋画劇場だと思ったけど、でも寅さんもやってたりしてた、うん、これなんなの、洋画なのにまた寅さんやってると思ってね。もう昔の映画やんないもんね、同じのばっかりだもん、はい、ターミネーターとかさ、うん、そう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 、まあアニメはね、また子供の世代が変わるから、うん、5年に1遍とかでもいいんだろうけど、うん、ココリッコじゃからなんて見てないんだよね、うん、宮崎駿の息子のやつ、うん、この間はね、あの今更ながら夕方メールってやつを見ました、うん、トム・ハンクスとメグ・ライアンなんです。メグ・ライアン可愛いな、やっぱり人で、うん、今だったらもう40過ぎてんだろうけどね、うん、あとはね、ジョディ・ホスター、多分俺と同じ年ぐらいだと思うんだけど、が主演だった幸せの1ページとかってやつ、ね、結構あれは面白い。テレビ北海道でなんか正月にやったやつを撮っといたんだけど、面白かったね。ジョディ・ホスターの冒険サッカーみたいな小説のな、うん、サッカーなんだけど、潔癖症っていうか、もう家から出れないような、引きこもりか。そうそうそう、そうそう、引きこもりなんだよね。冒険もの書いてあるのにさ、冒険もののことを知ろうとして、そのある島にいる少女とこうパソコンでメールやってて、ね、うん、お父さんがこのお父さんと二人暮らしだったのにさ、うん、火山のことを知りたくて、そうそう、あのさ作品に行き詰まっててね、お父さんは海洋学の先生でもあるから、なんか調査に行ったら台風に巻き込まれてな、しばらく帰ってこなくて、うん、で娘一人だから大変だと思って決死の覚悟で家から出てさ、うん、で行く話なんだけど、ジョディ・ホスターもだいぶ前だったら綺麗だな、やっぱり、うん、だいぶ前だから大失礼か、羊たちの沈黙とか、ね、有名だけど、うん、いや俺と俺より若いな、多分な、俺と同じなのはあれダイアン・レインとかな、ストリート・オブ・ファイヤー、あと昔のガンバレ・ベアーズって言ったティータム・オニールとか、お父さんも俳優なんだよね。ライアン・オニール。知らんわ。知らない。シードスナッツ。ひどい放送事故だったね、さっき。こっからこう まくれ落ちたの、そういうことだね。うん、まくれ落ちる。懐かしい。まくれ落ちるって。その話はずいぶん前にしたよな、ね。うん。多分。血をの用語だね。放送3回目ぐらいの頃にした、ね、あ、そうだそうだ、まくれ落ちるとかね、2回目か3回目の頃に聞
いらねんこんちゃんに、うん、うちの母親はあのひいばあちゃんから聞いたようで、まあ、母から見ればばあちゃんだけど、私のひいばあちゃん、いよいよもう2月ですね、うん、金曜日はあれだよ、節分だからさ、厄払いとかないと、なんと君後役で、はい、私もなんかそこの出雲大社なんですけどね、49歳厄年になってたから、俺翻訳なんだよね一応、うん、去年も麻薬だったことになるんだけど、厄年ばっかり、うん、そこ70な1だか2だにもあるんだよね、そんなの聞いたことないのになと思ってる、うん、まあ行くだけ別にいいんだけど、あの別に毎年いたっていいことだからさ、別にさ、うん、初詣にも行ってますね、うん、お世話になってます、はい、また不思議なあの食べ物が来るね、うん、2つも来るのしたら、うん、そうだよ、あれ何、あれスパゲティ、いや、うどんだ、あ、そうだ、うどんか、うどんにごま、甘いごまだれがかかってまぶしてある、ごま団子のな、粉、うん、粉みたいなやつをまぶしてある、初めて食った時びっくりしたよみたいなあの42のような薬年の麻薬のなんだこれはと思った、きっとそういうなんか理由があるんでしょ、うん、なんかこうね、どこの出雲大社でもあのやってんのかな、わかんない、縁起がいい食べ物なのか、出雲大社自体ももともとあれだもんね、何でしょう、出会いの神様、うん、出会いじゃなんちゅうの、縁結びか、縁結び、うん、出会い、出会い、恵方巻きもまた食べるのか、うん、今年の吉報はどっち向けなんだろう、知らないけど、分かんないけど、その話したら前の治療院の、うん、ああ、それはいい、 N さん思い出しますね、いいです、お腹減ってきた、ちょうど昼ですね、うん、なんかちょっと血糖値下がってきた、あららやばいっしょ、ちょっとなんか変な汗、なんちょっと血引いてきてます、なんクルザドでも食いなさい、だアリンコ寄ってくるから口の周りに来週はもう2月5日、多分その後の8日か9日ぐらいから網走の流氷祭りがあるんじゃないですかね、結構口の周りヒゲになったらアルプス工業なんでしょ、うん、たけし、うん、たけしのジャンバーリャーなんだっけ、アルプス工業だっけ、うん、じゃなかったっけ、書いたって、そうだよアルプス工業、そうだよね、ドカジャン、あのドカジャン欲しかったな、アルプス工業冗談じゃないよとかやってたね、やってたな、うん、まあ、男女七人秋物語もな、うん、大丈夫、そうです、山田邦子昔山田邦子が多分やってた、岩崎宏美が最後別れて、うん、シュッて船の上にこうやってやられるんだよね、あーこのシーン覚えてると思ってる、しかしドロドロしてたなあれ、本当な、さんまがもっともっと岩崎宏美と一回付き合って、うん、その前に小竹しのぶがねアメリカから帰ってきて、うん、キバちゃんとも付き合って一緒に住んでるしさ、うん、そこを二人とも別れて最後くっつくのよ、わやくちゃダメやって話してる、渡さないあなたにはとかなんか言ってね、うん、キバちゃんもさ、もうさ、うん、大竹しのぶにずっと疲れてたよね、うん、ダーンってケンちゃんやめて、うん、あとは懐かしい岡安由美子とかね、あと手塚さとみがとんでもないものだからね、うんすごいこの髪の毛長くてな、うん、いかにもボディコール昔のね、本当、うん、服装っていうかお立ち台に上がってるような、うん、そうすごい肩ハット一色でこう、はい、上下の同じ原色みたいな服着てな、うん、そう黄色がね、上がったね、うん、紫色一番うざかったのがあの山下真司だね、あそう体育会系でも、うん、アホかこいつもってやっぱり貞九郎だね、うん、貞九郎ね、鶴太郎はいかったね、貞九郎かっこいいわ、うん、やってたわ、それは表現族で二人でさ、うん、でその女の役がその誰かさ、うん、男の漫才師みたいなのさ、あの、うん、サブロー白方やな、うん、カツラみたいな太ったやつとかやってるのさ、うん、やって
たかもね。やってたやってた。そう、山田邦子のこれはなんか覚えてるかも。そうそうそう、船の釣りの仕事してたけどね、うん、懐かしいわ。太ってる感じだね。なんかね、顔すごいでかいな。そう、岡安美子と比べたら本当でかかった、うん、背も小さいからかしら、うん、髪の毛あったから今まで分からなかったね、うん、顔でかいのは人のことは言いません。白菜男です。大丈夫、腹いさ、うん、ちょっとね、うん、大丈夫。ちょうど12時です、はい、じゃあまた来週、また来週会えることを祈ってます。なんだこっち。いや、仕事忙しかった、忙しかった、月曜になっちゃうと思うんだ。最近は大丈夫だよけどね、うん、じゃあねー。じゃあこれで、ん俺立つとこれ頭完全に首ちょんぱになってる。首ちょんぱ、懐かしいね言葉。